皆さんこんにちは。こんにちは。マネー&ユー TV の頼藤大輝と高山和恵です。今日もお金と向き合ってますか？イエーイ。はい、本日のテーマですけれども、投資信託の目論見書の見方、最低限見ておくべきポイント、イエーイ。はい、ということで僕たちはこちらの書籍の著者でございます。著者でございます。初めての兄さんのイデコ、定年後ずっと困らないお金の話、11歳から親子で考えるお金の教科書、大好評発売中ですので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本題に戻りますけれども、そもそも目論見書って何という感じですよね。そうですね。はい、なのでまずはその説明なんですけども、うん、はい、はい、目論見書というのは投資信託の投資判断のために必要情報がまとめられた説明書です。はい、投資信託の購入前に必ず目を通さなければならないものなんですね。そうですね。はい、どんなことが書いてあるかと言いますと、はい、ファンドの目的特色ということで、うん、まあ、どの資産どの国に投資をしているのか、うんうん、投資のリスクですね、はい、基準価格の変動要因にはどんなリスクがあるのか、はい、はい、運用実績、基準価格とか純資産総額、うん、リターンの推移はどうなっているのか、そして手数料ですね、はい、購入時手数料、信託報酬、信託財産留学はどうなっているのか、はい、こういったことが書かれております。はい、はい、で目論見書はネット証券とか銀行など投資信託を売っている販売会社のウェブサイトからダウンロードできます。はい、今回は EMAX SLIM 全世界株式括弧オールカントリー、まあ、オルカンと略されているものですよね。人気ファンドですよね。はい、こちらの目論見書を元にして何が書いてあるかを解説していきたいと思っております。はい、はい、まずオルカンの表紙はこんな感じになっております。はい、うんうんうん、でここに投資信託説明書括弧交付目論見書って書いてありますよね。はい、何何と交付ってついてるの、うん、みたいなね、はい、そう、目論見書っていうのは実は2つあるんですよ、うん、2つ、はい、はい、交付目論見書よりも詳しい情報が記載されているのが請求目論見書というのがあります。はい、ただ請求目論見書を見てしまうとやっぱり投資が難しいってなっちゃうんですよね。わかります、ね、うん、なので投資信託を選ぶ際には交付目論見書を見れば十分です。はい、はい、そしてここがですね、投資信託の名称が書いてありまして、はい、続いてこちら、はい、真ん中の表ですよね。はい、ここは投資信託の消費分類属性区分が書いてありまして、まあ、どんな投資信託なのかが簡潔に示されております。はい、オルカンの場合は、うん、国内外の株式に投資するインデックス型の投資信託だというのが分かるんですよね。はい、はい、まあ、目論書の中で詳しく説明されているんですけれども、うんうん、表紙のこの部分だけでもですね、概要はつかめるよということです。そうですね、はい、うんうん、そして右下には、はい、こちら委託会社とか受託会社ってあるんですけども、はい、まあ、投資信託のね運用会社と信託銀行なんですが、うん、委託会社受託会社って聞かれると何何と思いますよね。なんかよくわからないですね。はい、なので、うん、投資信託関係する3つの会社を整理しておきたいんですが、はい、はい、販売会社、運用会社、信託銀行なんですよね。はい、でこの運用会社が委託会社のことで、うん、信託銀行が受託会社になっております。はい、はい、まあ、販売会社は説明不要かもしれませんが、うん、投資信託の販売を行う会社ですよね。はい、はい、で運用会社というのは、うん、投資信託の運用の指図を行う会社なんです。はい、はい、で信託銀行は運用の指図に従い投資実行、資産を管理する会社ということです。はい、はい、投資実行しているのは運用会社ではないんですよ。そう、ここはちょっとね、うん、勘違いしている人多いかなと思いますよね。そうなんですよね、うんうん、はい、で販売会社はお使いの証券会社や銀行ですし、はい、運用会社オルカの場合は三菱 UFJ 国際投信です。はい、はい、で信託銀行は三菱 UFJ 信託銀行となっております。はい、はい、こんな感じがね、まあ、表紙なんですけども、うんうん、まあ、いよいよ中身に移りますが、はい、はい、目論見書には何が書かれているのかということで目次画をね作りました。はい、はい、この 1,2,3,4 が主に書かれておるわけですよね。はい、なのでこの 1,2,3,4 に沿って、ね、解説していきたいと思っております。はい、はい、まずは、ファンドの目的特色ですね。はい、はい、こちらですね、うん、はい、このファンドの目的っていうのがまず一番上に書かれておりますね。はい、はい、投資信託がどんな資産に投資をするのか、
どんな成果を目指しているのかというのが記載されております。大切。はい、オルカンの場合は、日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指しますと記載されております。はい、つまり国内外の株式に投資するインデックス型の投資信託だと分かりますよね。そうですね。はい、うん、続いてファンドの特色なんですけども、はい、ここの部分は連動を目指す指標が書かれております。はい、はい、でオルカンの場合はですね、MSCI オールカントリーワールドインデックス配当込み円換算すべ円ごめんなさい円換算ベースに連動する投資成果を目指して運用を行うわけなんですよね。はい、はい、でこのMSCI オールカントリーワールドインデックスって何ぞやって話じゃないですか。そうですね、はい、そちらもね説明されておりまして、はい、はい、どの国どの地域に投資しているかっていうのと、うん、割合ですね、はい、も示されております。はい、はい、こちら見ていただくと、うん、全部で47の国地域に投資しているわけですよね。うん、はい、そのうち、うん、88.9% が先進国で、うんうん、米国が 62% を占めている。そして日本は 5.4% です。米国の影響大きいですね。そうなんですよ、うん、オルカンは米国経済の影響を色濃く受けそうだと判断できるわけですね。そうですね。そうなんです。だからここを見るの大事なんですよ、うん、大事ですね。大事ですよね。はい、はい、続いて、うん、はい、こちらですね。はい、はい、為替ヘッジの有無が書かれておるわけですよね。はい、まあ、海外の資産に投資する投資信託の場合は、うん、為替ヘッジを行うのか行わないのかっていうのが記載されております。はい、はい、この為替ヘッジなんですけども、うん、はい、先物取引や信用取引といった特殊な手法を使って為替変動による値動きの影響を抑える仕組みです。はい、はい、下にねあのイメージを載せたんですけども、うんうん、まあ、為替ヘッジをつけると為替レートによる値動きを抑えるわけですよね。はい、資産全体の値動きが為替レートによる値動きによらないようにするっていうことです。はい、はい、まあ、これがねざっくりとした為替ヘッジの、まあ、イメージなんですが、うんうん、まあ、為替ヘッジの細かい仕組みとか、うん、為替ヘッジをつけた方がいいのかつけない方がいいのかということに関しては過去動画でね詳しく解説しておりますので、ぜひねそちらも合わせてみていただければと思います。はい、はい、先ほどのページに戻りますけども、はい、まあ、オルカンはですね、うん、為替ヘッジを行わないと書いてありますので、はい、為替レートの変動によって運用成果が変動するわけですよね。はい、はい、それが分かります。はい、そしてこちらの分配方針というところも見ておきたいんですけども、はい、オルカンの場合は年1回4月25日の決算時に分配金額を決定するとありますが、うん、はい、はい、信託財産の成長を優先し、うん、原則として分配を抑制する方針とありますので、はい、分配金を支払わずに再投資して資産を増やすことを優先していると分かるわけですよね。そうですね。はい、うんうん、複利効果っていうのありますよね。ありますね。利息や運用益が次の利息や運用益を生み出すというものなんですけども、はい、複利効果を生かすならば分配金はない方が効率よくお金を増やすことができます。そうですね。はい、はい、なのでいい商品だっていうのが分かりますよね。そうですね。はい、はい、というところがファンドの目的、うん、特色でございました。はい、はい、続いて投資のリスクですね。はい、はい、投資のリスクとしましてこちらです。細かい、はい、もじもじくんですね。もじもじくんですね。テキストばかりで読む気にならないと思いましたので、うん、はい、簡単にこれらのリスクが何なのかっていうのを説明したいと思います。はい、はい、価格変動リスクというのは、うん、株価変動によって損失が出るかも、うん、はい、為替変動リスクというのは為替変動によって損失が出るかも、はい、はい、信用リスクというのは企業の経営財務状況悪化で損失が出るかも、はい、そして流動性リスクというのは市場での売買が少なくなると不利な価格で取引せざるを得なくなり損失が出るかも、うん、はい、でカントリーリスクというのは、はい、新興国などで政治や経済の情勢が急変すると上記の各リスクが高まる可能性ということでございます。はい、これあのどんなリスクがあるかは投資信託ごとに異なりますので、投資の前に必ず確認して値動きの要因にどんなものがあるか把握しておきましょう。はい、やっぱりね損したくはないんですけれども、うん、その損する要因ってどんなものなのかなっていうのがこちら目論見書にね書いておりますので、はい、まあ、もじもじくんではありましたが、うん、はい、まあ、どんなリスクがあるかということは把握しておいた方がいいのかなと思っております。はい、はい、続いて、はい、運用実績ですね。はい、ページがこんな感じになっております、うん、
はい、はい、一番上が基準価格純資産の推移、真ん中が組み入れている資産の状況、組み入れ上位銘柄ですね、はい、一番下が年間収益率の推移となっております。はい、はい、ちょっとねこの一番上の基準価格純資産の推移を拡大したいんですけども、うんうん、はい、こちらですね、はい、はい、下にねあのチェックコメントがあるんですけども、先にこちら読みますが、はい、基準価格は投資信託の値段のことですね。はい、はい、購入時より上がっていれば利益になります。はい、はい、その下なんですけども、うん、純資産総額というのは、うん、どれだけ資金が集まっているか、うんうん、ファンドの規模が分かるものなんですね。はい、はい、で基準価格純資産の推移には投資信託の運用開始日からの推移が記載されております。うん、はい、はい、これらがともに右肩上がりの投資信託は運用成績が伸びていて、うん、資金流入が堅調に増えていることを表します。はい、はい、オルカンの場合は基準価格純資産総額ともに順調に右肩上がりになっています。はい、なのでオルカンは人気のファンドだということが分かりますよね。そうですね、うん、でこの純資産総額について補足しておきますと、はい、はい、こちらです、うん、組み入れられている株式や債券など資産の時価総額のことになっております。はい、はい、で、まあ、信託報酬分は除いたものが純資産総額なんですね。はい、で純資産総額は結構大事でして、はい、はい、投資信託の見分け方によくね使っているんですけども、うんうん、50億円以上あるのが望ましいです。はい、はい、純資産総額が少ないと分散投資が行いにくいので運用実績に影響があるリスク、うん、はい、そして投資対象資産の売買手数料を抑えるボリュームディスカウントが効きにくいので、うん、信託報酬が増えるかもしれないリスクがあります。はい、そして最後繰り上げ償還のリスクということで、うん、この繰り上げ償還というのは何かというと、うんうん、当初予定していた期日を待たずに償還することや、うん、信託期間が決まっていない投資信託が運用を終了することを指します。はい、はい、繰り上げ償還になるとですね、保有口数に応じた金額が償還金として換金されます。はい、まあいいじゃないかと思うんですけども、うんうん、それはですねいいじゃないかと思うのは運用益が出ている場合はいいんですよね。そうですね、でも、うん、損失を抱えているときは実現損になってしまいますので、はい、この繰り上げ償還は痛手なんですね。うん、そうですね、はい、だから50億円以上あるのが望ましいということでございます。はい、はい、で先ほどのスライドに戻りますけども、うん、はい、もう少しね注目したいのが分配の推移ということで、はい、はい、オルカンは分配金は抑制する方針とありましたよね。そうですね、はい、その名の通り設定来0円となっていることが分かります。はい、はい、ちなみに分配金が出ると基準価格も純資産総額も下がります。はい、はい、そこはね覚えておくといいと思います。はい、はい、続いてもう一つね運用実績で見ておきたいのが、うん、主な資産の状況ですね。はい、はい、見ていただくと、うん、はい、組み入れ通貨上位通貨見てほしいんですけども、うんうん、組み入れ通貨は米ドルが 63.6% なんですけども、うん、はい、他の通貨もあって意外と通貨分散されているっていうのが分かります。はい、そして、うん、組み入れ上位銘柄なんですけども、うん、アップルとかマイクロソフト、アマゾン、テスラ、グーグルと米国テック企業がね並んでいるってことも分かるわけですよね。はい、はい、まあその投資信託がどんな銘柄に投資しているのかっていうこともここにねちゃんと明示されておりますので、まあ、見ましょうねというところでございます。そうですね、はい、はい、というところが運用実績でございました。はい、はい、そして最後ですね、はい、手続き手数料となんですけども、うん、まず先にね確認しておきたいのが投資信託にかかる主な手数料です。はい、はい、こちらですね、うん、購入時手数料、信託報酬、信託財産両額というのがあります。はい、はい、購入時手数料を買うときにかかる手数料、うん、信託報酬は持ってる間ずっとかかる手数料ですね、信託財産留学は解約するときにかかる手数料となっております。はい、はい、これらの手数料が目論見書のようにはどこに書かれているのかということなんですけども、はい、こちらですね。はい、はい、購入時手数料、信託財産留学っていうのは上にまとめておりますね。はい、で信託報酬なんですけども、はい、ちょっとね幅が広いですよね。そうですね、なんかたくさん書かれてるなと思うんですけども、うん、まあ重要なところはこの赤く囲っているところですね。はい、はい、年率 0.1144% と書かれているのが信託報酬です。安いですね。安いですよね。で下の表を見ると配分も載ってるんですよ。はい、はい、受託会社、販売会社、受託会社が
この 0.1144% どれぐらいもらうのかっていうのが書かれております。はい、はい、まあ、こういったところもね参考としてね見ておくといいと思うんですけども、うんうん、はい、でその下にはですね、これはねあのオルカンというかもう EMAX スリムシリーズ独自なんですけども、うんうん、純資産総額が増えるごとに実質的なね信託報酬率が下がる受益者還元型信託報酬という仕組みがあるんですよ。嬉しいですよね。嬉しいですよね。まあ、そのね仕組みを説明されております。はい、はい、このご参考って書かれてるところなんですけども、うん、ファンドの純資産総額が6000億円、8000億円、1兆円ですね、はい、になると、うん、どういうふうに数字が下がっていくのかっていうのが書かれております。はい、はい、まあ、こういう仕組みがあるのも嬉しいので、うん、まあ、やっぱりオルカン人気になっていくなっていうところも分かるわけですよね。そうですね。はい、まあ、これがねまず手数料なんですけども、はい、まあ、ここの手続き手数料等のところでもう一つね見ておきたいのがこちらですね、うん、はい、はい、信託期間と繰上償還、うん、こちらを見ておきたいんですけども、はい、まあ、信託期間というのは運用期間のことですね、はい、まあ、ここが無期限かどうかというのをチェックしましょう。はい、まあ、無期限じゃないと途中で終わるわけですから、ね、長期運用できないですからね。そうそうそう、だから重要ですよね、うん、はい、そして繰上償還は先ほどね説明しましたけども、うん、これが起こる条件はどんな時かということで、うんうん、はい、見ておきますと受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合とありますね、うんうん、そして、まあ、対象インデックスが開廃された時っていうところがあったりしますよね。はい、はい、まあ、こういった繰上償還の条件を確認しておきましょうというところでございます。はい、はい、というところで、以上ですね目論見書でしたが、うん、最後にまとめておきたいと思います。はい、目論見書というのは投資信託の投資判断のために必要情報がまとめられた説明書です。はい、投資信託の購入前に必ず目を通さなければなりません、うん、はい、書かれていることはファンドの目的特色だったり、うん、投資のリスク、うん、そして運用実績手数料といったところでございました。はい、はい、まあね今回は、うん、あのインデックス型の投資信託なんですごい目論見書がシンプルだったんですよ。うんうんうん、そうですね、はい、うん、まあ、バランス型もねシンプルになるんですけれども、うん、でもオプションとか複雑な仕組みが、うん、組み込まれているものですね、まあ、そういったアクティブ型ファンドは、うん、目論見書がね結構分厚くなってたりとか、うん、よくわからないようなね専門が並んでるわけですよね。そうですね、はい、それを読んで理解できるならば投資していいと思うんですけども、うん、読んでもよくわからないものには投資をしちゃいけないというところですよね。そうですね、はい、うん、やっぱりいい商品っていうのはシンプルなものが多かったりしますので、うん、はい、まあ、今回ね言ったようなところでまあわかるような商品に投資するのがいいのかなと思います。そうですね、うん、でもやっぱりなんか目論見書っていうとみんななんかうわ嫌だなとかね読みづらいっていうふうに思う方も多いと思うんですけど今日解説したところだけで読んでいただくだけでも随分わかるんじゃないかなというふうに思いますよね。そうですね、まあ、目論見書っていう名前にしなければよかったわけですよね。そうですね、まあ、だから最近は投資信託説明書と書いてあるんですけども、うんうん、まあ、説明書でいいじゃないかと思うんですよね。そうですね、はい、うん、まあ、そういったところではございましたが、はい、まあ、ぜひですねお手元にですねまあ、その目論見書とかもダウンロードしてみて、まあ、僕が今日話したことで、あ、こういう参考になるなというところでね自分自身でやっていただきたいなと思っておりますので、まあ、ぜひですね何回もこう見返していただければと思っております。はい、はい、このような感じで、マネアンドゥー TV どんどん情報を配信していきたいと思っておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕たち Twitter やっております。ぜひフォローのほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。 See you!